アニメの人気は誰だ。ということで今回は2022年夏アニメキャラランキングトップ10を見ていきますが、男キャラ、女キャラ、カップルの3つに分けて見ていきます。引用はいつも通りアニメトレンディングからです。個人的に好きなキャラやアニメは軽く触れていきます。それぞれの1位は最後に発表します。ではまずは女性ランキング。第10位、妖術堀北すずね。第9位、夜更かしの歌桔梗セリ。少しギャルっぽい感じの吸血鬼で喜怒哀楽がはっきりしてて見てて面白いキャラですよね。ダルオとの眷属の話もめっちゃいい、すごい印象に残るキャラでした。第8位、シャドウハウスエミリコ。エミリコは間違いなくアニメ史上一番優しいですよね。犯人にパンを最後に分けるシーンがあって、これこそエミリコだなって思いました。第7位、シャドウハウスケイト。見た目は真っ黒なんですけど正直一番女の子しとる。ちょっとずつ周りに打ち解けていく感じがいいですね。3期が始まったら間違いなく1位になる。第6位、彼女をお借りします。水原千鶴。彼の彼最近実は面白くなってきてて、水原が最近カズヤに照れ出してるんですよね。カズヤなんであんなモテるんや。第5位、金層のベルメイユベルメ。第4位、リコリスリコイル井上滝奈。滝奈は1話から見ているからこそ変化とか成長が面白いんですよね。千里にどんどん影響されていくし、無感情だったキャラが今では一番感情的なキャラになってて、最新話の登場がかっこよすぎました。リコリコはキャラ魅力はマジで強い。第3位、妖術軽井沢系。軽井沢は好き嫌いが分かれそうなキャラですよね。でも過去が話されたことで味方が変わって応援したくなった人は多そう。この順位は妥当だなと思いました。第2位、リコリスリコイル錦木千里。千里は魅力の塊みたいなもんですね。最強で優しい、そして過去が闇深い。これが揃えば人気確定です。女性ランキングはこんな感じとなっております。では次は男キャラ。第10位、リコリスリコイル真島。真島は自分なりの正義を持っていて、ただの悪役って感じではないんですよね。演説が割と考えさせられる内容で、リコリスって本当に必要なのかとか、言葉に芯があってかっこいいですよね。あとシンプルに最強だったっていう、これが結局強いのかなって思います。第9位、オーバーロードアインズウルゴン。第8位、リコリスリコイルミカ。ミカはマジでかわいそうな立場。千里を今のように育てても、殺人鬼として育ててもどちみち頭を抱える人生なんですよね。それでもずっと千里を支える覚悟が一人の男としていいキャラですね。第7位、シャドウハウスジョン。ジョンはマジで最高。この中でも飛び抜けてアホなんですよね。いざという時もアホなんですよ。でもケイトがピンチの時だけはめっちゃいいこと言うんです。個人的にダントツ1位ですね。第6位、金層のベルメイユアルトゴールドフィールド。第5位、ダンマチベルクラネル。第4位、エンゲージキス尾形衆。第3位、スレカのイリドミズト。第2位、妖術綾野浩二清隆。このアニメの物語の面白さは綾野浩二がいてこそってところがありますよね。やる気ない感じで目立たないのに裏でクラスを動かしてる。実力は本来作中トップクラスで、何考えてるかマジで読めなくてたまに怖い時あって、それもいいですよね。男性ランキングはこんな感じとなっております。では次はカップルランキング。第10位、シャドウハウスエミリコ&ショーン。この2人が外の世界を見ながら自分自身も知らない過去の話を想像するシーンが良かったな。第9位、エンゲージキスシュー&綾野。第8位、スレカのミズト&ユメ。第7位、働く魔王様魔王サダオ&エミリア。働く魔王様って全く話題になってないですよね。僕もめっちゃ好きなアニメだったはずなんですけど、今期3話くらいで止まってるんですよね。普通に面白いはずなんですけど、優先順位が一気に下がった感じ。そろそろ一気見するか。第6位、シャドウハウスジョン&ケイト。これはもうジョンの一方的すぎる思いがいい。この結果をこの2人に見せた時の反応が面白そう。ジョンは間違いなく1位じゃないって騒ぐ。ケイトからはその時すすが出てきてる。第5位、それでも歩夢は寄せてくる田中歩夢&八乙女うるし。第4位、金層のベルメイユアルト&ベルメイ。第3位、妖術綾野浩二&軽井沢。第2位、リコリスリコイル千里&滝奈。この2人はコンビとしては最高ですよね。戦闘としても揃えば黄金コンビになるし、ユリとしても実は人気なんですよね。カップルランキングはこんな感じとなっております。ではここまで第2位まで発表したんですが、それぞれの1位を連続で発表します。男ナンバーワン、夜更かしの歌矢森光。女ナンバーワン、夜更かしの歌七草なずな。カップルナンバーワン、夜更かしの歌コウ&なずな。という感じで全て夜更かしの歌です。さらにアニメランキングも1位。これはキセ恋以来の無双状態が始まりました。夜更かしはマジで考えさせられる内容が多いんですね。そしてジャンルも日常と見せかけてバトル展開になったと思ったら、次は探偵系になっていくんですよね。ジャンルが無限なんですよね。でしっかり謎もいっぱいあるんで、続きが気になる要素もかなり強い。で主人公の子も弱々しそうで男らしいところもあって、なずなも明らかに女らしさがないんですけど、恋という言葉に弱かったり照れ屋なんですよね。しかも作中でもかなり強いキャラで、10話見たらわかると思いますが、7話で一気に出てきた吸血鬼たちも一人一人メインで流されて人気になると思います。そして最新話ではついに探偵が出てきて、詳しく話せないけどついに一番面白いとこが始まるって感じで、ポテンシャルはマジで高い。最近13巻発売されたんで、それも楽しみという感じで、現状こんな感じのランキングとなってます。最終話でどう変わるのかが楽しみ。夏も順位争いが激しいんですけど、秋は次元が違うぞ。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。